シュラマル。いやー、やっぱりお弁当といえば3000円以上よね。デパ地下のお弁当って最高だわ。ね、水木さんもそう思うでしょ。私の今日のランチ、カップラーメンとおにぎりだよ。300円いかないんだけど。え、何それ、本当に人間の食べ物なの？300円って安いミネラルウォーターぐらいの値段でしょ。やだ、水木さんって苦労してるのね、かわいそうだわ。そう思いたきゃ勝手に思ってて。ええ、そう思うようにするわ。だってかわいそうだもの。300円のランチって、お宅の千秋ちゃんも貧乏な家に生まれて大変ね。あのさ、かよこさんいつからそうなったんだっけ。え、何の話？あたしがセレブって話？あたしはね、他のママとはちょっと違う生まれだからね。家が裕福だったのよ。でもさ、前はこんなこと言うような人じゃなかったよね。最近のかよこさん、なんか金銭感覚おかしくない？前は一緒にワンコインランチに行ったこともあったじゃん。それは庶民の生活に合わせてあげていただけなのよ。ごめんね、本当は格が違うのよ。そう、これからはこういう感じでお願いね。あ、そうそう、今度高級ホテルの中にある鉄板焼きのお店に行くの。水木さんも行かない？いや、私は遠慮しておくよ。大丈夫よ、10万円も取られるわけじゃないし。それに水木さんって高級料理のお店にも行ってるでしょ。行くこともあるけど、お店との付き合いがあったり、あとは安いチケットとかクーポン使って行ってるんだよ。やだ、貧乏くさいのね。お金がないって本当にかわいそうだわ。はいはい、お金がないと得られない幸せっていうのもあるじゃない。お金がなくても幸せなんていうのは綺麗事よね。そこを私に同意求めないでよ。かよこさんは同じような生活しているママさんと仲良くなれば、私にいちいち連絡してこないでいいから。もうそんなに拗ねないで。今日は用事があったんだわ。用事？そう、ほら、今度みんなで高知県に旅行するって聞いたの。まだ計画を立てている最中とは聞いたけど、私もそれ参加するから。いや、誘ってないんだけど。だから誘われる前に自分から参加表明したの。水木さんってば、もうやっぱり資産額と頭の回転って比例するのかもしれないわね。一人で何言ってるの。繰り返しになるけど、誘ってないの。だから私から行くって言ってるの。結構です。あのね、人のことを貧乏くさいとかバカにするような人と旅行を楽しめるわけないでしょ。かよこさんは自分に合った人たちと旅行を楽しみなよ。じゃあね。ちょっと何よ、貧乏人が嫉妬してんじゃないわよ。こら、待ちなさい。私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学1年生の娘千秋、そして今私の着る毛布をふみふみしているのが、保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまるだよ。かよこさんはもともとは割と普通なママさんだったんだ。まあちょっとめんどくさいなと思う部分もあったけど、1年前くらいかな、どんどん金銭感覚が変わっちゃってさ。それ自体は別にいいんだよ、お金をどう使うかは個人の自由だからね。でも私たちのことを貧乏くさいと見下してきたり、明らかなマウントを取るようになってきたの。だからみんなどんどん距離を置くようになってね。当然旅行にも誘わなかったんだけど、無理やり便乗しようとしてきたんだ。わあ、寒いわ。これならデパートに行けばよかったかしら。でも旅行もたまにはいいわよね。え、何？ほら、水木さんが私に意地悪したじゃない。してないけど。私を仲間外れにしようとしたでしょ。だからね、私水木さんたちとは別で高知に来ちゃいました。あっそ、一人で楽しんでね。ちょっと待って、ちょっと待って、高知まで来たんだから一緒に旅行しましょ。今7人はどこにいるの。もう100万円使ったから割り勘ね。セレブ旅行最高だね。旦那さんは激怒してるけど。え、旦那って何？何と言われてもかよこさんの旦那さんでしょ。それ以上でもそれ以下でもないけど。いや、旦那が激怒してるって何よ。かよこさんが高知に来てるって知った時点で連絡したの。断ったのに旅行先まで来てるけど大丈夫かって。そうしたらかよこさん旦那さんに嘘ついてたみたいじゃない。なーにが実家の手伝いしてくるだよ。な
何よ別に、私の都合なんだから別にいいじゃない。そうだね、あとは旦那さんと話しなよ。貯金がほとんどないって言ってるのに100万も使うなんてって、旦那さんブチギレ状態だから。本当だ、通知切ってたけどすごい連絡来てる。じゃあそういうことだから。待って、ねえ、あのみんなにはこのことは言わないでおくから。違うの、お金はたくさんあるの。でもなんか旦那勘違いしてて。どうでもいいよ、興味ないから。じゃあね。待って待って、実は旅行の数日前に佳代子さんの旦那さんから声をかけられたの。あ、私じゃなくて私の旦那がね。何でも佳代子さんのお金の使い方が異常で悩んでいるらしく、情報収集をしたいってことだったよ。それで私に協力を求めたいって話だったから素直に OK したんだ。少し事情は聞いたんだけど、まあお金の使い方がぶっ飛んでてね。月に100万以上使う月もあるらしいの。でも佳代子さん自身はパートを辞めて今は専業主婦だし、旦那さんも普通の中小企業にお勤めで収入が高いわけじゃなかったんだ。じゃあなんでそんなに使えるお金があるのか。これが遺産だったんだよ。数日後。あんたのせいよ。ドキュンのテンプレセリフどうもありがとう。でも私が悪いんじゃなくて、悪いのは佳代子さんだよね。何、あんたもうちの旦那みたいなこと言うのね。私が相続したお金なんだから私だけのもの、私だけが使うのよ。それとも何、相続したお金は相続した人間だけのもの、そんなことも知らないの。旦那には1円だって渡さないんだから。いや、旦那さんには相続の権利がないことも、そのお金は相続した佳代子さんのものだってこともわかるよ。でもさ、それで浮かれて旦那さんのこともバカにしてたんでしょ。バカにしてたって、そんな、だって私の父と母は財産があったのよ。だから私は多額の遺産を受けることができたけど、旦那の実家は普通の家なんだから。普通で何が悪いんだろうね。まあ結局その遺産を使い切っちゃって借金してたんでしょ。いやそれは、専業主婦に多額のお金を貸すってことは真っ当じゃないよね。だって信用のない人はそもそも借金もできないんだから。信用のない佳代子さんに貸したってことは、そりゃ旦那さんだって離婚を考えるでしょ。でも私は離婚したくない。これからどうするのよ。それは旦那さんに言えば。というかみっともないよね。さっきまで旦那さんをバカにしてたでしょ。なのに離婚はしたくないんだ。旦那さんを使うため、ひどい話だよ。でも離婚なんて、子供だっているのに。お子さんがいるからこその離婚なんでしょ。やばいところから借金するような女と生活を続けていたら、お子さんに危害を及ぶかもしれないでしょ。でも私は妻なのよ。旦那をバカにしておいて、そりゃ都合が良すぎるでしょ。まあ頑張って借金返済するんだね。いつ完済できるかわからないけど。ういや、大きなお金を手にしたことで人生が狂う人がいる。よく聞く話だけど、中には本当にそうなっちゃう人もいるんだね。佳代子さんのご両親は倹約家で、しっかり投資をするような人たち。でも体を壊して立て続けに亡くなってしまってね。佳代子さんのところには想像よりもはるかに多い遺産が。それで完全に狂ってしまった佳代子さんはお金を使いまくっていたの。旦那さんもね、最初は佳代子さんのお金だから好きに使えばいい、そう思っていたらしいんだけど、お子さんに影響が出るんじゃないかと心配してね、何度も話し合おうとしていたんだけど、その度にバカにされて、離婚を決意して情報収集を行っていたみたい。佳代子さんには、上は中学生、末っ子は小学1年生、4人お子さんがいるけど、全員がパパと暮らすことを希望。もう佳代子さんは発狂して怒り狂っていたっけ。でも、離婚した後がもっと悲惨だったんだよ。数ヶ月後。あの、水木さん久しぶり。あれ、佳代子さん？どこかに引っ越したんじゃなかったっけ？マンスリーマンションを借りていたんだけど、支払いができなくて追い出されそうで困っているの。マンスリーマンション？割高になるよね。借金がある状態でそれって大丈夫なの？離婚した後にバッグとか宝石を売って現金作ったの。それでなんとかしのいでいたんだけど、それに保証人になってくれる人もいないし、
無職だと保証会社もなかなか通らないから普通の家借りれないの。無職だって一生懸命働いて月の手取りが12万にしかならないって、そんなのおかしいじゃない。でも仕方ないでしょ。かよこさんは特にスキルもないんだし、いきなり高い給料は無理だよ。今までの生活と落差がひどすぎてもう無理よ。お願い水木さん、お金貸して。新しく借りたところ今までと違って取り立てがすごく厳しいの。あんたまた借金したの。だって仕方ないじゃない、もう本当にお金ないんだもの。でも今までは貸してくれてた小さい業者が貸してくれないの。それでネットの掲示板で知り合った人に借りたんだけど。ああ。なんかちょっと怖い人なの。私本当に困ってるの。知らないよ。お願い水木さん、100万くらい貸して。そのくらいなら貸せるでしょ。あのね、今まで自分が使ってきたお金と比べたら、そりゃ100万ってお金は小さく見えるのかもしれないよ。でもね、よーく考えてみなよ。今のかよこさんは100万円をすぐに稼げる？稼げるだけならバイトを掛け持ちすればさ、数ヶ月でいけるかもね。でも100万貯金するのはどう？それは相当な時間がかかるんだよ。そんなこともわからないの？じゃあ私はどうすればいいのよ。そもそも借金を借金で返済するなんて無理があるんだから、しっかり働くしかないよ。それも身を粉にして。私は綺麗なマンションに住み続けたいの。やっぱり借りてるマンスリーマンションいいところなんだ。残念だね。お金があるうちに安いところ借りればよかったのに。だから審査に通らないのよ。それだってちゃんと調べた？無職でも貯金がある人なら借りられる団地もあるし。そうなの？そうだよ。じゃあそこを借りるからお金を。いい加減にしな。もう二度と連絡してこないで。そんな、お願い見捨てないで。お願いよ。その後、ごめんね、正直かよこさんがどうなったのかわからないんだ。噂によると炊き出しに並んでいるところを見た人がいるとかなんとか。昔は普通のママさんだっただけにびっくりだよ。でも人は変わるものだよね。さて旦那さんはというと、4人の子供たちと仲良くやっているよ。今のところ業者がそっちに行ったりとかはないみたい。お子さんたちも家事を手伝ったりしてね。どうしてこうなっちゃったんだろうといろいろ思うことはあるけど、この間5人で買い物をしているところを見かけてね、本当に幸せそうにしていたから少しほっとしているよ。末っ子ちゃんはうちの娘千秋とも仲が良くてね、この間もうちに遊びに来てニャニャ丸の絵を描いてくれたの。すっごく可愛いからさ、ラミネートしてカードにしたよ。いつかニャニャ丸トレーディングカードでも作るか。私の周りで流行りそうだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。